それでは線形写像と一次写像ということで、F を A の定める、行列 A の定める写像とします。A は RM から RN への写像とします。つまり行列 A のサイズは N×M 行列ということですね。この時、この写像 F は次の性質を持っていることがわかります。一つ目は X、X たす Y、X と Y を RM の二つのベクトルとするときに、X たす Y の F による像、 f による行き先は、x の行き先と y の行き先の和になるということです。もう一つは、x のスカラー倍を f で移すと、x を f で移したものの、同じスカラーによるスカラー倍になるということです。この二つの性質を合わせて、線形性と言います。線形性はすなわち、和とスカラー倍を保つという言い換えをすることができます。この性質は、次のように簡単に確かめることができます。 f というのは a をかけることによって得られる写像ですから a カッ x プラス y というのは ax プラス ay という分配法則を満たします。これを f で書き換えると1のような式になるわけです。もう一つは a カッ cx, c はスカラーですから a カッ cx の c は外に出すことができます。このことを f を使って表すと2番のような式になるわけです。このように線形性を持つ写像のことを 一時写像と言います。特に M というのが等しいときは一時変換と言います。一般に同じ集合の間の写像のことを変換ということがありますので、一時写像を特に一時変換というわけですね。例えば、 f xy, xy の移り先を yx と定めると、これは一時写像になっています。実際これは行列0110かけるということによって得られますので、線形性を持つことがわかるのです。それに対して、例えば f xy イコール x 二乗 y 三乗は一時写像ではありません。同様に f xy イコール x たす1 y たす1も一時写像ではありません。これについては詳しくはやりませんが、興味がある人は自分で確かめてみてください。 それでは少し例題としてこの線形性を確かめてみましょう。R2 から R2 への写像 F を次のように定めます。F は線形性を持ち位置変換であることを確かめなさいという問題です。F はこのように与えられています。感のいい人はここでこの右側右辺のベクトルが X1、X2 というベクトルと行列によって表されるということに気づくでしょう。ですがここでは行列によってかけるということを見ずに 直接確かめることにしましょう。x と y を2つのベクトルとし、その成分をこのように x1, x2, y1, y2 とことにします。f 括弧 x プラス y は、この式の定義によって計算すると、このように3括弧 x1 たす y1 引く括弧 x2 たす y2 というふうに、第2成分も2括弧 x1 たす y1 たす x2 たす y2 というふうになります。従ってこれを成分の、成分を各それぞれ2つの和に分けて、 このように表すと、f 括弧 x1 x2 す f 括弧 x2 たす y2 となっていることがわかります。スカラー場についても同様に確かめることができます。このように x1 x2 に対してどのような行き先になるかを定めた場合に、それが線形性を持つかどうかを直接確かめることができます。